液体クロマトグラフィーをきちんと使いこなすためにはノウハウが必要です。これまで長年培った経験とユーザーの声をもとに、日立ハイテクグループがノウハウのすべてを詰め込みました。クロマトグラフィーデータシステム、クロムアシストデータステーション。クロムアシストは操作画面のインターフェースを一新、各種パラメーターを文字ではなくイメージで表現し、直感的な操作を支援します。操作フローもクロムマスターシステムマネージャーと同様、上から下への流れを継承し、これまでのお客様にも使いやすく、最大の特徴は充実した操作ガイダンスの搭載。装置立ち上げから分析、解析、メンテナンスやトラブル時の対応まで、日立の長年の経験をもとにユーザー側の視点に立った分かりやすい解説を同一画面上で参照することができます。これまでのようにマニュアル片手に操作する必要はありません。ガイダンスが必要ない場合はワンクリックで非表示にできます。例えばトレーニングの項目では、装置立ち上げなどの初歩的なチュートリアルからメソッド作成や質量検出器の操作などの応用編まで幅広い情報を搭載。トラブルシューティングにはベースラインの乱れや再現性不良などといった具体的なトラブル事例と対処法を搭載。日立の長年培った経験とユーザーの声をもとにした事例集です。文章や静止画だけでは分かりにくいメンテナンス時の操作については解説動画を参照することもできます。さらに HPLC や MS の原理など基礎的な情報についても盛り込んであり、測定中に閲覧することも可能。初心者の知識向上にも役立ちます。ヘルプ機能はクロムマスターシリーズの質量検出器を含むすべてのモジュールについて横断的に確認することができます。 HPLC を使われるユーザーの方々というのは非常に分析業務の方が煩雑になってしまいますので、これをまず効率化しようというところを主眼に開発したソフトウェアです。具体的にはお客様の HPLC の操作をナビゲーションするガイダンス機能や、分析結果を時系列的に統計を取れる整数比サマリという機能がありまして、こちらを使うことによって分析業務の効率を上げるというところを追求していきました。まずは今CM シリーズをサポートした形になっていますので、サポートを広げていくような形で日立の装置がつながっていくっていう世界標準に近づけていけるような形で考えています。やっぱりお客さんのことを考えての開発でしたので、クロマシストっていうロゴにもちょっとあるんですけど、 A と I っていう、そこに I っていうのが凝縮されたかなと思います。